アイスランドの主なフィヨルドと1、ブレイザーフィヨルズルとファクサワンがアイスランドの2大湾である。ブレイザーフィヨルズルの位はアイスランド西部に位置するフィヨルドで幅 50km、長さ 125km ほどの浅くて広い湾である。この湾によってアイスランド島本体と西部フィヨルド地方が隔てられる形になっている。ブレイザーフィヨルズルは周囲を山に囲まれている。 南側はスナイフェルス半島で、この半島の先端にはアイスランドを代表する継承地スナイフェルスヨクトルがある。北側は西部フィオルド半島である。地質学的な特徴として、湾の北側の陸地は約1500万年前に形成されたと考えられているが、南側のスナイフェルス半島の南端は、その半分ほどの年月しか経っていないと思われることが挙げられる。 ブレイザフィオルズルに浮かぶスカウル諸島の海岸の干潮時の様子。ブレイザフィオルズルは浅い海、多くの小さなフィヨルドや湾、長艦隊、3000を超える島々や岩礁などが特徴で、陸と海の両方に雄大な景色が広がっている。アイスランドの長艦隊の半数はここに集中しており、干満の差は6メートルにもなる。岩礁は第3期に、 火山活動による流気などで形成されたと考えられている。多くの場所が玄武岩の溶岩からなる積層上の地形からなり、また第四期に氷河による侵食を受けており、特に干潮時には多様な地形を見ることができる。長寒帯は生物多様性の宝庫である。藻類が特に多く見られる。魚類や無脊椎動物の重要な生息地でもある。陸上には 約230種のイカンタバ植物、ヨーロッパヒメウ、シロカモメ、オジロワシ、ホンケワタガモ、ハジロオミバト、ハイイロヒレアシシギなどをはじめとする、約50種の鳥類が見られる。また国岩や香場シギの栄装地でもある。湾内の島や岩礁では、ゼニガタアザラシや、ハイイロアザラシのホールアウトも見られる。また、ネズミイルカ、ハナジロカマイルカ、シャチ。 ミンククジラなどのクジラ目もよく見られる。ブレーザフィヨルズルに浮かぶフラト島ブレーザフィヨルズル内の島で年間を通じて人が生活しているものは限られている。主要産業の一つとして毛ワタガモの羽毛の採取があるが多くの島では夏の間だけ営まれている。比較的人口の多いのは以下の島々である。漁業、観光産業、海藻漁が主な産業である。 ブレイザーフィオルズルは魚類の産卵場でもある。ブレイザーフィオルズルの最も狭まったところ、クバムスフィオルズルの景色天候が良ければ、スナイフェルス半島から約4 0トル離れた西部ブフィオルドの海岸線が目視できる。スティヒキスホールムルの小さな港から西部ブフィオルドにフェリーが出ている。陸上を自動車で移動する場合は、クバムスフィオルズルに沿って、 スナイフェルス半島の東側から湾内を巡ることができる。ブレイザフィオルズルブレイザフィオルズルのフィヨルド内の多くの島では数百年前から人が住んでいるが、その中で最もよく知られているのはフラト島である。夏の間はアイスランド本土からフェリーでフラトイ島に渡ることができる。この島には12世紀にセアウグスチの修道会の僧院が建てられ、 中世のアイスランド文化の中心を担った。フラート島本はここで書かれている。その後、貿易の拠点としても栄えた。ありがとうございます。